誰もいない海ディリッディ二人の愛を確かめたくて。はいどうも皆さんこんにちは、古い歌が結構好きな漁師浜湯です。今日はですね、ホタルイカの沖漬けって皆さんご存知ですか？それの高イカバージョンやっていこうと思います。じゃあ先にその漬けていくタレを作っていきます。レッツゴー。はい、それじゃあ用意するものがこちら。ピューっといって、はいこちらです。かき醤油、醤油、本みりん、酒、生姜です。でやっぱせっかくするんで、普通の醤油だけじゃなくてかき醤油とで、みりんもみりん風調味料じゃなくて本みりんにしました。じゃあまず鍋をセットして、でこちらかき醤油を丸々1本 300ml で、これを一旦戻します。でまあ最初のはなかったことにして本みりん600で、さらに200追加で合計800入れます。で次に酒で、これも800入れます。そしたら火をつけて、ソフィー消えちまうよ、ソフィー、ソフィー復活。そして酒とみりんのアルコールを飛ばします。もったいないですね、アルコールを飛ばすなんてとんでもない。で待ってる間にこのリカバリーかき醤油の中に醤油を入れておきます。これも500で合計800です。でみりん1、酒1、醤油1、1対1対1なのがまあ基本なそうで、まあそれは様子を見て微調整していきます。でじゃあアルコールが飛んだら、でこれがもう冷めたと仮定して醤油を入れます。まあ、生姜を適当にぶち込んで、で混ぜます。やっぱなんかいい調味料を使うとこう雑味がないっていうのかな、うん、そんな気がします。じゃあタレができましたんで、これを持っておじいさんと沖に行きたいと思います。出港。はい、それじゃあ出港していきましょう。こちらは僕の甥です。今日はあいにくの天気ですが、まあ漁に支障はないので行きましょう。そしたら、現場に到着しました。この目印を上げていきます。目印を上げたらおじいさんとバトンタッチ。僕が口に加えているのは GoPro のやつです。視聴者さんにね、あれがあるって教えてもらいました。はい、じゃあ何か来たです。何か来たです。まあヒラメが来ました。これを網から外していきます。はい、もう将来漁師確定ですね。あの子はしっかりね、嫌な顔せずお手伝いしてくれました。そしたらお目当ての高イカがやってきました。まあ僕らはハリイカって言うんですけど、うん、じゃあこのイカ、奥漬け、じゃあこのイカをこの鍋の中に、まあタレ作ったやつの中に入れていきます。生きたまま入れることによって、まあ、中まで染み込むのかな、あんま変わらないと思うんですけど、まあそういう料理なんで。で2匹目も入れていきます。でもうね、結構炭入っちゃって、あの汁中真っ黒でした。まあよりコクが出るんじゃないかなと思います。じゃあじゃんじゃん他の魚とかカレイとかね、ヒラメとかが取れるんですよ。でこれがガンゾウビラメです。僕はジンダガレって言ってます。これがカワハギ、肝が美味しくて鍋に。そして何か来ました。大きいヒラメが来たので、あの落ちないように先に取ってあげて、で網から外していきます。あったやん、こうやな、重て、気をつけて。うわ結構重いな、こいつ、うわ結構でかいこの赤いは、おいと一緒に唐揚げにして食べました。でこれはウマヅラハギで、合計4つのイカを入れて、あのあれですね、うん、準備終わりました。終わりです。気候チャッ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 チャー。はい、じゃああれから1週間経ちました。なんで1週間経ったかというとですね、まあちょっと仕事で忙しくて、で冷凍しておりました。でそれを解凍したので見ていきましょう。オープン。こんな感じです。もうね、炭漬けでございます。でとりあえず今日2匹だけやりましょう。残り2匹は明日食べますと。うわ、はい、じゃあこれをさばく前に、ふう、ここがホタルイカの沖漬けが美味しいという居酒屋か。お姉さん、生一つとホタルイカの沖漬けください。あ、ありがとう。はい、どうもありがとう。あ、これがこの店有名なホタルイカの沖漬けか。じゃあちょっといただいてみよう。いただきます。硬っ。てこれ、高イカやないかーい。いかんやろう、イカだけに。
はい、じゃあコウイカをさばいていきます。僕はもうここから包丁を入れて、でそのままいきます。まあ、ある程度いったら取りましょう。よいしょ。で甲羅が取れました。でここまでいったら、外します。もう墨吐いて真っ黒クロスケです。まあここまでいったらもう逆に気にしませんよね。でこの肝臓をちょっとのけておいて、でここの硬い部分をちょっと切り落とします。でこのイカの口を取る。で目ん玉も取ります。でまあまだ硬いとこがあるんで、硬いとこを取り除いてやりこいとこだけにしていきます。はい、でやりこいとこだけになったらのけます。で次に身の方ですね。こういうエラとかを取って、でこのなんか炭の凝縮したやつ、うわーなんか粘っこいよ、しごいていきましょう。でこの状態でもう汚いんで、もう一個も一緒にします。汚いっていうのは見た目だけですよ。別にこの炭が汚いとかそういうわけではありません。でこれもこう開いて、で取っていきます。よいしょ。で取れたら同様にこの肝臓のとこだけ置いておきます。でまた口と目を取って、やりこいとこだけにしていきましょう。はい、そしたら身とゲソと肝臓、これに分かれました。じゃあこれらを洗っていきます。でイカの繊維はこう縦に入ってるので、上から下に洗っていきます。こうすることでだいぶ落ちます。でほら、なんか美味しそうな色がね、染みついてますよ。でまあほどほどに洗えたら、横に置いていきます。こっちへ。おいしょ。でもう一個も、でちょっとめくれちゃったんですけど、中も綺麗です。でゲソ。でね、なんかぬめりもねしっかり取れてます。まあ多分冷凍したからですね。で最後に肝を洗います。はい、で肝も洗えたら、そしたらこちらの大惨事を洗っていきます。はい、じゃあ綺麗になったら水気も綺麗に取っていきます。水気を取りながらね、ちょっと皮も剥いでいきましょう。で皮の剥ぎ方ですが、このエンペラのとこのこの隙間にねあるんですよ、入れるとこが。ここを親指で入れてあげて、そのまま剥いでいく。はい、これで剥げました。でエンペラもコリコリして美味しいんで、剥いて食べましょう。後でやります。でもう一個も同様に、ここから指を入れて剥きます。よいしょ。結構簡単ですよ、コウイカの皮剥きなんて。であとは肝とゲソもね、しっかり水気を取っておきます。はい、じゃあゲソと肝で身で、これになったら、はい、いつものあれです。せーの。はい、じゃあ次にこのね、あれを取っていきます。エンペラペラペラ、エンペラを取りますよ。よし。はい、こんな感じで取れました。なんかお気づけにしたせいかね、すごいね密着しとんですよ。よし。よし、 OK。 これがエンペラの刺身ですね。はい、じゃあ次にお気づけは、ねっとりしてね、めちゃくちゃなんか美味しそうですよ。じゃあこっちの端を取りましょう。よいしょ。まあ炭はご愛嬌で、まあ、とりあえずなんかシャレゲに切れ込みを入れときましょう。刃が当たってないところは多々ありますが、まあ、切って、じゃあ切っていきます。ねっとりねっとりねっとり大魔王ですよ。よいしょ、これで OK。 で乗せていきます。ちょっと丸めたらいいんか。よいしょ、よかよか。でもう一回オーバーでも乗せようか。でエンペラ丸めて、で刺身の残り、なんだこれ。まあ、とりあえず刺身、お気づけの刺身です。でもう一個はもうお気づけらしく、このいっぱいもうなんやかんやがついた中でやっていきます。適当に切って、これまた適当な大きさに切っていきましょう。ホタルイカはもうまんまだからね、それはコウイカだってそんな差別しちゃダメですよ、平等に愛しますよ。でもちろんお気づけなんで、これに入れたら、こちらお気づけのタレを追加していきます。たっぷりのイカ墨が入ったね、粘り気たっぷりのタレを追加していきます。
はい、コウイカの沖漬け完成でございます。じゃあ次に塩辛を作っていきます。このイカゲソのね、なんかこの硬いのがついとるらしいんで、これを取っていきます。はい、じゃあ次は、ちょっと細かく切っていきましょう。よし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 。次にこの肝臓を取り出します。取り出し方はですね、普通に取り出してください。でまあ結局ぐちゃぐちゃに取れて、で残ったのこれなすりつけてもったいないんで、しっかり取りましょう。もう一個も同じように取って、でこれらは食べれると思うんで、これはまた別で食べます。でまずこの肝臓を叩きます。で塩加えます。でほんのちょっとこれ加えます。多分これ加えた方が美味しいと思うんで、個人的に。まあ塩辛とはちょっと違った食べ物と言われたらそうかもしれませんが、じゃあちょっと味見してみましょう。じゃあいただきます。あんまり美味しくないですね。多分僕のミスです。で僕のミスで美味しくできなかったんで、洗い流して醤油で食べます。まあ軽く肝が残る程度に。で入れて、はい、じゃあ、肝和えといったところでしょうか。完成でございます。はい、それではコウイカの沖漬け三種の神器完成でございます。こちらが沖漬けで、これが刺身、その刺身で、これが肝和えでございます。さあ宴を始めようか。ああ、はい、それではいただきます。じゃあまずはお刺身から。いやもう絶対ね、味はついてるんで、このままいきます。見た感じはね、普通に美味しそうです。で冷凍してるんでアニサキスの心配もありません。いただきます。うん、いろいろ覚悟してたんですけど、美味しいです。ねっとりとして甘い。やっぱタレなんで、ちょっとタレっぽい味にしっかりと生姜の風味が効いて、なかなかいけますよ。でこれエンペラかな。うんうんうん、これもコリッコリで普通に美味しい。いや身の方はね、寿司にしても結構美味しいと思いますよ。ねねね、ちょーっとして何より甘いです。うん、間違いなくビールに合います。で次に、ちょっと失敗しちゃったやつの変化でお気づけです。僕の失敗というより、肝がねちょっとね、あんま、ちょっと臭いかな。僕の失敗とかじゃなくて、肝があんま良くないです。慣れたらコクがあって美味しい。多分日本酒と飲んだら最高。熱燗と飲んだらね、こう飲んで、臭みが旨味に変わる、プシューってなります。さあ皆様お待ちかね、最後、お気づけでございます。じゃあいただきましょう。非常にうまいや。あの皆さん、炭ってめちゃくちゃね、実はね油っぽいんですよ。すごいなんか多分脂質が高いんじゃないかな。それをネギが程よくカバーして、すごいなんていうかな、この出汁がうまい。普通に飲めます。うん、うどんつけて食っても美味しいと思います。これは晩酌にもってこいですね。でイカなんでほぼタンパク質だし、カロリーも低いし、もりもり食える。はい、残りはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、皆様いかがだったでしょうか。コウイカのお気づけ、なかなかね美味しかったです。これちょっとネタっぽくやったつもりなんですけど、まあびっくり、普通に美味しく食べれました。まあ機会があればまた今度やって、カンジャンイカとかもやってみようかな。いろいろやってみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあね、さよなら、バイバイ。